Sega. プラチナゲームズの稲葉です。バンキシのプロデューサーをやってます。よろしくお願いします。バンキシのゲーム性を一番こう象徴しているというか、普通のシューティングと完全にゲームのテンポを変えてるっていう意味でブースト、分かりやすくてかっこよくて、そしてゲームの遊びに深く関わるっていう意味でブーストの要素が僕は一番好きですね。でサムというキャラクターはですね、なんだろう、研究者っていう立場でありながらそうは見えない男っぽさみたいなところは大好きですね、キャラクターとしては。開発段階でいろんなアイデアがあって、今聞かれたその犬もその一つの要素なんですけれども、もともとそのシューティングをベースにしてこうアクション性の強いゲームを作ろうというコンセプトだったんですけれども、そのシューティングのルールからこう外れていく、よりそのアクション性の強い要素っていうのはやっぱりゲームバランスを著しく損なったり、まあゲームの遊びを壊してしまう恐れがあるので、それでこう入れたく、まあ途中まで試してみたけどやっぱりダメだったっていうことはいっぱいありますね。犬だけではなくそういう要素はたくさんあります。ただその過程の中でやっぱりブーストとか AR モードとかっていう要素が生まれてきたので、そういうトライがあるからこそ今のそのバンキシの形っていうのがあったんだと思ってますけど、ね。近未来を舞台にした戦いを描きたいということで、まあ、主人公もそれに合った設定を作りたいってなったんですけれども、ディレクターの三上さんはその「キャシャーン」っていうアニメが日本の古いアニメがすごく好きで、まあ、そういう世界をこのゲームの中にこう、まあ、なんていうんですか、入れてみたら、味を入れてみたらどうだっていうところからこう主人公のその原型っていうのが徐々にできていった感じですね。で、そのメカ、敵がロボットっていうのを決めた時点で、やっぱりこういろんな造形の面白さだったり、その主人公のそのスーツの変形の面白さだったり、そういうところを描きたかったので、まあ、そういうところっていうのが今回のサムのデザインにはすごく反映されていると思います。そんなのが分かれば教えてほしいですけど、やっぱりゲームの主人公に必要なのって、そのゲームだけじゃなくてその主人公が愛されること、まあ、これ当たり前のようで、実はゲームがすごく愛されてるけど主人公のキャラクターの名前をこう知らなかったりというゲームだって世の中に存在しますから、その存在そのものが愛されるためには、そのパーフェクトって話がありましたけれども、逆にそのパーフェクトじゃダメなんじゃないかな。そのどこかやっぱり特徴というのはやっぱり欠点と、まあ、裏表の部分があるんで、すごくかっこいいけれどもここはなんかちょっと欠点があるよねっていうところを持った主人公っていうのが逆に長く愛されていくんじゃないかなと思いますね。そのゲームの中の虚構の世界っていう、その明らかにこう、まあ、みんな CG で命を吹き込まれてるわけですけれども、そのただの CG になるのかキャラクターとして愛されるのかっていうのはやっぱりそれでも大きな差があると思います。でそういうふうに愛されるキャラクターっていうのが、キャラクターだけでも愛されるキャラクターっていうのはゲームの主人公としてパーフェクトなんじゃないかなっていうふうには思います。普通のシューティングゲーム、バンキシはシューティングをベースにしたゲームなんで、普通のシューティングゲームってやっぱり物陰に隠れてこう有利なポジションで敵を狙って撃って、また有利なポジションを探して、基本的にはこう隠れて狙って撃つ、隠れて狙って撃つ、でその間の移動を頑張るっていうゲームだと思うんですけど、バンキシは全然違ってて、とにかくガンガンこう前に出ていく、自分がこう一人でこう前に出ていって戦況を変えるっていうゲームなので、まあ、自分の持てる能力を全部フルに活用して敵のところに突っ込んでいって、でこう敵をぶっ壊す、その、ゲームのテーマは全然違うので、そういう気持ちよさっていうのを素直に味わってほしいし、その新しいゲームのテンポに、頑張ってついてくるとすごく面白いと思うので、そうやってプレイして、もう積極的にプレイしてほしいと思います。